パークロービルは、ニューヨーク市マンハッタン区、フィナンシャルディストリクトのパークローにある、高層建築物である。15パークローとも呼ばれる。このビルは、鉄製の高層ビル設計のパイオニアであり、ナサニエル・ロバーツ・ファームのエンジニアであった EN、E.N.R.H. ロバートソンによって設計された。1999年、ニューヨーク市歴史建造物保存委員会は、このビルを、 ニューヨーク市歴史建造物として指定した。1898年12月24日号のサイエンティフィックアメリカにより超高層ビルと呼ばれる建築物の最初のものの一つである。このビルは2年9ヶ月の建設期間を経て1899年に竣工した。このビルの他にも同地区にいくつかのオフィスビルが建設され、 このエリアは当時ニュースペーパーローと呼ばれていた。ニュースペーパーローは1920年代から80年間、ニューヨーク市の新聞産業の中心地であった。思考主はパークローコンストラクションカンパニーであり、そのシンジケートの顧問弁護士、著名な弁護士で、以前のニューヨーク市法務官であった、ウィリアム・ミルズ・イビンズはこの物件を彼自身の名義で購入してから、 シンジケートに権利を移した。このため、このビルは時にイビンズシンジケートビルディングとして知られる。119メートルの高さで、1899年から1908年まで、世界一高いオフィスビルであった。この記録は、シンガービルによって塗り替えられた。1901年、EN、トナによって公表された33丁目と、ブロードウェイへのビル建設プロジェクトでは、 139メートルのオフィスビルを建築し、パークロービルを上回るとされたが、結局建設は行われなかった。このビルは29階建てで、26階建ての完全な、フロアと2つの3階建ての丸屋根になっている。このビルの側面は、31メートルがパークロー、23メートルがアンストリート及び15メートルがシアターアレイに面している。このビルの土台部分は、 約1400平方メートルの広さである。このビルは約8000トンの鉄と12000トンの他の材料、主にレンガ及びテラコッタでできている。パークロービルの基礎は3900本のジョージア頭皮を積み重ねて濡れた砂が混ぜられてできており、上部は花崗岩のブロックによってできている。この初期の超高層ビルの全建築費用は240万ドルであった。 このビルは950の個別のオフィスを持ち、それぞれのオフィスは4人部屋となっている。業務費ごとにおよそ2万5000人がこのビルを通過すると見積もられている。完成以来、1日約4000人がここで働いている。1899年半ば、このビルは、投資銀行家で地下鉄の出資者である EN、オーガスト・ベルモント、ジュニアによって、 パークローリアリティーカンパニーの名のもとに所有された。インターボローラピッドトランジット地下鉄の最初の本社、及び創業当時の AP 通信の最初のオフィスがこのビルであった。サルセドの転落した様子1918年5月26日には、ハリー・エイチ・ガードナーが、同年9月8日には、スティーブ・パターソンがそれぞれ事前目的の資金集めのために、 パークローの外壁を登って、共に成功している。1920年5月3日の午前4時20分には、アナキスト活動家のアンドレア・サルセドが15階から転落死している。サルセドは、仲間のロベルト・エリアともども、ニューヨーク、ボストン、ワシントン、フィラデルフィア、パターソン、クリーブランド及びピッツバーグで発生した一連の爆弾テロへ関与したとして、 司法省によって指名手配されており、テロ現場に残されていたチラシに印刷された S の変形具合から二人が働いている印刷屋を突き止めて発週間外部との連絡を制限されて、パークローに交流されていたところだった。警察は飛び降り自殺と発表したがエリアは、警察による殺害を主張して、前後して起こったサッコバンゼッティ事件ともに、 アナキスト弾圧をめぐる陰謀と言われている。サンビセンテでフォーラ修道院のメインファサード左右対称の正面ファサードが上へと積み上げられている。最上部は銅で覆われたドームのついた3階建ての2つの塔になっている。彫刻家の ENJ マッセラインドによる4つのカリアティード及び16の像が塔の上に施されている。 そのデザインは二つの塔が備わったバロック様式のヨーロッパの教会。さらに具体的には、リスボンのサンビセンテデフォーラ修道院の教会建築を彷彿とさせる。このビルは最初期の近代超高層ビルの一つであり、少なくとも15階から20階分その近隣の建物を上回っていた。これを見た人々はその構造に感銘を受け、多くはその高さと、 巨大な外観に、イフの念を覚えた。このビルの長所や短所を測り比べられる、他の建築物が、全く存在しなかったため、建築コミュニティの批評家たちは、極めて適厳しかった。ザ・ニューヨーク・タイムズは1898年にザ、ザリアル・エステート・レコードガイドへ寄稿されたある、批評を引用している。そこでは、ニューヨークは、 このような怪物を自ら養うことが許されるただ、一つの街であるそして、ビルのその無機質な側面の壁は、完全に、無表情で空虚であると述べてられている。1908年のザ・ニューヨーク・タイムズの記事では、フランス人建築家 n オーガスティン・アドルフレイはそのビルの一つの側面の壁は剥き出しになっており、他の側面の扱いと比べてなんと異なっている。 ことだろうかと書いた。批評家のエヌ・ジーン・シャプファーはこのビルを、嫌をされるべきと称した。このビルの賛美者の中には、写真家のアルビン・ラングダン・コバーンとチャールズ・シーラーがいた。シーラーは、ポール・ストランドと共に1920年に作成した、映画、マンハッタにこのビルを写した。2000年に、全体構造の内部を改築する計画が、策定された。 これには30ドルミリオン以上をかけて11階以上のフロアを210の賃貸アパートに改装するという計画が含まれていた。11階より下のすべてのフロアは商業用として残しておくことになっている。2002年までに初めの改築と居住用フロアへの改装が完了した。現在2階から8階は部分的に j r ミュージックワールド。 インクが使用している。居住用エリアは、現在11階から26階となっていて、新しく9階と10階も居住用へと、改装中である。28階から30階部分の2つの3階建ての、丸屋根はまだアパートへと改装されていない。1902年のマンハッタンのスカイライン中央が、パークロービル。ありがとうございます。